皆様こんばんは、ささやき女官アクアです。歴史上長い間、女性は男性より劣っているとされてきたのは、女性に生理があったからだと言われています。私たちが日々使っている既製品の生理用品が生まれたのは、日本ではほんの100年ほど前で、西欧諸国でもそれよりは少し早かったものの、近年であることに変わりありません。長きにわたり経血の処理方法や痛みの鎮静方法は確立されていませんでした。それどころか、女性の生理にまつわるすべてのことが、一部の人々からは不潔で汚れたものとみなされていたのです。キリスト教徒は特に生理を大いに懐疑的に見ており、また一部の人々は経血には毒があり、ワインが酸っぱくなったり、穀物が枯れたり、犬が狂ったりする原因になると考えていました。多くの専門家たちも生理のことを治療が必要な毎月の病気だと考えていましたし、女性たちは座ってばかりの生活を送っているので、毎月血液をすべて使い切らないので、残った余分の血液を生理によって排出しているのだ、というヒポクラテスの古い考えを信じていた人々も少なくありませんでした。こういった月経を取り巻く狂気の神話の中で、かつての時代の女性たちはその期間を一体どのように過ごしていたのでしょうか。まず、古代の女性が生理期間に何を使ったかは誰もはっきりとは知りません。一部の歴史家は、古代エジプト人が柔らかくなったパピルスで作られたタンポンを使用し、古代ギリシャ人は糸くずが巻かれた木のかけらからタンポンを作り、ローマ人はウールで作られたパッドとタンポンを使用したと言っています。そして中世ヨーロッパの時代になると、少しは記録をたどることができます。ですが、そのお話の前に、まずその時代の女性のトイレ事情と下着事情についても簡単にお話ししたいと思います。昔の人は基本的にトイレはおまるでした。おまるのいいところというのは、いつでもどこでもできることです。例えば、使用人を持つ貴族たちは、自分がトイレに行かなくても、トイレを自分のところに持ってこさせて、ボリュームのあるスカートの中におまるを掲げて、場合によっては立ったまますることもできました。庶民であっても同じようなもので、排泄後は自分の部屋の窓からおまるの中身を放り投げていました。このあたりの詳しいお話はこちらの別動画をご覧ください。リンクは説明欄にあります。そしてそもそも18世紀末までは、女性はスカートの下にパンツ的な下着を履いていませんでした。パンツ的な下着を用いるようになったのは、18世紀末のフランス革命が契機だったと言われています。フランス革命の頃に、女性がズボン状の衣類を履く必要が出てきた理由は大きく2つあります。恐怖政治の時代に、女性が長ズボンであるパンタロンを履いて逃げ回ったり、同様にシュミーズの裾を縫い合わせるなどしてズボン状にして、女性が危険を避けるためというのが一つ目の理由です。二つ目の理由としては、ちょうどその頃、生地が透けるほど薄いギリシャローマ風のチュニックやシュミーズ的なドレスが流行り始めて、防寒などの理由から寒さ対策で長いぴったりめのズボン状である肌色のパンタロンを履いていたとも言われます。どちらにしろ、18世紀末頃から19世紀初め頃、女性がスカートの下にパンツ的なズボン状の下着を履くようになったということらしいのです。そういうわけで、パンツのような下着を身につけていなかった中世の女性たちは、
経血を染み込ませるための折りたたんだ布をベルト状のガードルにピンで留めていたのではと思われます。折りたたんだ布、それは吸収性が非常に高いリネンが特に人気のある素材でした。多くの女性はこのリネンを使用後に洗濯し、次の使用のために保管をして再び使用していました。こういったこの時代のナプキンの代用品の布はクラウトまたはラグと呼ばれ、ここからオンザラグ、女性が生理中であることを意味するという表現が生まれました。きっと時にはクラウトの瓶が外れて床の上に落ちることもあって、落とした女性はこの上なく恥ずかしい思いをしたり、またそれを見てしまった人々は青ざめてしまったりしたことでしょう。ただごくまれに、本当に一部の特権階級の人だけだと思いますが、生理の時だけこういった衣類を使用していた人もいたようです。一方、非常に貧しい女性にとっては布は高級品なので、代わりに苔や他の吸収性繊維を使っていました。ブラッドモスというヨーロッパに自生する苔が皮膚を収縮させ出血を止める効果があると言われていたため、それをタンポンのようにして使っていたのです。またラグも苔も使わない方法というのが存在します。それはドレスの下に血液を吸収するシフトと呼ばれる肌着とペチコートを身につけ、ただ経血を自分の服に染み込ませるという方法です。中世と近世初期のペチコートの色は赤が一般的でしたが、おそらくこれは経血のシミをごまかすためだったのでしょう。しかし、いくら色はごまかせても匂いはごまかせません。その苦肉の策が、ナツメグや乾燥させた花を詰めた小さなポーチを持ち歩いて、衣服に染み込んだ月経血の匂いを隠すというものでした。また、腰回りにもポーチをつけていることが多かったようです。そのポーチに入っているのは、ヒキガエルを燃やして灰にしたもの。昔のヨーロッパでは、ヒキガエルやカエルはいくつかの病気を治すことができるという一般的な信念があったので、これを身につけると痙攣と重い流れを和らげるだろうと信じていたのです。そして状況が変わり始めたのは1800年代半ばでした。人々は女性が服に出血するのは衛生的ではないと理解し始め、いくつかのグッズが登場し始めたのです。フージャー衛生ベルトという商品が販売されるようになりました。女性はこの腰の周りに装着するベルトに取り付けられた洗濯可能なパッドを随時購入することができました。他にも米国特許庁に特許を与えられた画期的なグッズが登場しました。それは女性の利便性と清潔さのための最も壮大な発明であると主張している商品で、袋をベルトに固定し装置を取り付けた商品でした。柔らかいゴム製のカップが筒に挿入され、液体はベルトに取り付けられた袋に流れ込みます。つまり夜寝る前にベルトを体から取り外すことなく、キャップを取り外すだけで液体を取り除くことができるのです。続いて1888年にいわゆる最初の使い捨てパッドがジョンソン・エンド・ジョンソンによって開発され市場に出回り、でもここまでは小さな変化でした。女性の衛生製品の本当の変化は1920年代と1930年代にやってきました。第一次世界大戦中、最前線の看護婦が木材パルプから作られた吸収剤セルコットン、
キンバリー・クラーク製品を使用して、負傷した包帯を巻いた兵士の血液を吸収しました。そして戦後、キンバリー・クラーク社は、このセルコットンを月経血を吸収することにも活用することにし、生理用品として1920年に製品を開発しました。そして、この市販の生理用ナプキンの出現後、1930年代にその商品のライバルとして出現したのが、1933年に出てきたタンポンでした。タンポンはしばらくの期間、医師らがその安全について議論していましたが、医師らの心配にもかかわらず、米国の女性の4分の1がタンポンを使用していました。しかし、タンポンのデビューから約40年後に、物議を醸すタンポン製品が発売されました。カルボキシ、メチルセルロースと呼ばれるセルロースガムを含む合成材料で作られた史上最悪のタンポンは、毒性ショック症候群 TSS を引き起こし、論争の後、1980年にはスーパーマーケットから姿を消しました。現在は厳しい法のもとに改善されたものが販売されているようです。また、1937年にもう一つの生理用品、女優レオナ・チャルマースによって、米国で最初の月経カップの特許が取られました。このカップのデザインは、今日の市場のものとほとんど同じようなものだと言えるでしょう。しかし、使い捨てパッドとタンポンの導入後だったので、なおさらのこと、月経カップはとことん女性に受けない商品でした。カップの様々なバージョンが導入され続けたものの、これらは使い捨てパッドやタンポンほど多くの成功を収めなかったのです。でも、長い年月を経て、近年ようやく日の目を浴びる商品となりつつあります。それは、地球温暖化と環境問題が注目され始めてきたという背景が関係しています。1970年代には、女性が下着に取り付けることができる自己接着パッドがついに市場に出てきました。これが出ると、フュージャーの衛生ベルトはほとんど姿を消していきました。100年足らずの間に月経用品は通販カタログの後ろに隠されたタブーな製品から、米国で最も一般的に宣伝されている商品の一部になり、テレビで堂々と CM が流されるような大衆市場のアイテムになりました。また、かつてドラッグストアでそれらが販売され始めたとき、女性が誰にも知られずに製品を購入することができるよう、製品の隣にはキャッシュボックスが置いてあり、あくまでひっそりと購入するもので、非常に購入しづらいものでもありました。しかし今日、私たちはそれを堂々と購入することも、女性の衛生製品のための特別のコーナーでそれを見つけることも可能であり、また、簡単に自分の家のインターネットでそれらを注文することもできます。イメージや文化の変化とともに、月経用品の進歩は女性の生活や生き方を大きく変えたのです。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のお話を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、チャンネル登録の横のベルマークの通知設定を押していただきますと、新しい動画がアップされた時、すぐに通知が届くのでおすすめです。それではまたぜひ、ささやき女官の館へお越しくださいませ。次回の動画でお会いしましょう。